女子 3000m 予選第3組。それではトラック女子 3000m 競走予選最終3組のスタートです。女子 3000m 競走予選は最終第3組。男子走り高跳びバーの高さはこのアンダーライン 2m に挑戦します。17名がこの高さに挑戦しますが、その時予選最終3組、1周目 400m は75秒で通過です。男子走り高跳びです。続いては福島部陸上学園愛知。女子 3000m 競走予選最終3組、先頭は山本さんとパワーフル、ここが徳川静岡。
橋くん、君の跳躍です。続いては科学石狩南北海道。続いて目立つ倉敷星稜小山です。
跳躍者は風間君、富山商業、富山。ビゾン水防側第一局との内側は槍投げが行われています。七種競技の槍投げです。現在白梅学園東京の澤田さんが 42m76 をマークして220点を獲得しています。そして倉敷中央の岡山の中田さんが 716.42m54 をマークしております。2回目が行われている女子七種競技の槍投げです。男子足手高跳び、新野君、採用、広島。マイクのテスト、マイクのテスト。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 